テレビボードに見えたんですね。で、よく見てみましたら、これパソコンボードですね。はい。で、ウェブサイトにちょっとアクセスしてみたいと思います。こちらですね。するとですね、別角度での写真も見れるようになっていますね。で、こちらの方は正面からということですね。まあ、これはわかりますね。このままで。で、こちらが横ですね。で、よく見てみましたら、パソコンのこの後ろ側の方、こちらの方にあのケーブルとか、差し込んで配線できるようになっていますね。で、形も、まあ、要は壁につける面に対してこちらの方は細くなっていますよね。これで強度的には全然問題ないですね。で、レールもこれは、まあ、普通のレールって言いますか、アキュライドっていうレールを使ってると思うんですよね。まあ、おそらくスムーズに出るレールだと思いますけども、まあ、特に難しい細工は全然ないんですけども、おっしゃるですね、レイアウトが非常に綺麗ですね。もうこのアップルのパソコンには非常に合うとは思います。まあ、実際これこちらの方はテレビボードとしてもこれは使いますね。はい、はい、参考にしてみてはいかがでしょうか。